こんにちは、酒屋おさまヘルマット森山です。ですね、終わりました、引っ越し。とりあえず20箱ぐらい来ました、荷物が。棚買ったんですよ。棚買ったんで、CD、雑誌、漫画、どんだけ入んのかっていう。一応ね、全部入れるつもりでサイズで買ったんですけど、荷造りしたんで全然入らなそうっていうね。全然入る見込みないっす、今のところ。とりあえず、詰めていこうかなと思ってます。で、そうだね。まあ、CD からいこうかな、とりあえずね。CD と DVD を全部ぶっ込んで、で、そっから入れていこうかな、本とか。漫画は無理かもね、とりあえず。あと映画秘宝3年分ぐらいあるんで、それも入れていくという感じです。とりあえず、この作業スペースが今ないんで、どうしようね。いやー、ちょっと、買ったばっかだよ、マトリックスは。買ったばっかのパンフレットがちょっと、ガチで動けねえな。合ってる、これ。入んねえ。早速入んないですね。このダボ式ね。めんどくさいよね。これでいけんじゃない？ OK、OK。よし、とりあえず CD が。CD が多分5箱ぐらいあって。やばいんだよね。CD、そうかな？重くなりすぎないように。服もちょっと入ってます。でね、なるべくね、アーティストごとにしたいんだけど、ちょっとどうしようかな。一箱ずつ分けながら入れていこうかな。まず、ゲンちゃんね。ゲンちゃん、ネタファイル2枚と、あ、これテキサス持ってたんだ。テキサス持ってたんだ。ジョブワーク。これは？あ、これミネラルのベストか。この辺は一緒かな。ミネラルテキサスは一緒。これエモ。まあ方角にしようか。ジョーバークロ、まあいいんちゃうか。わ、フォンキッキース出てきた。やばいよこれ。夏の決心ね。はいはい。電気も入ってますね。ロックンオムレツね。これ最高ですね。これまあ、難しいね。星野源とメッドファイブは同じような感じかな。ジャパニーズインディー、ポップス、ザラメ出てきました。ザラメね、またこれエモだ。ジャパニーズエモ。で、スマップのベースと。スマップベースとめちゃめちゃいいから。これほんと聞いてほしい。この特装版いいよね。やっぱ。うわ、やば。やば。若いね。スマップベストは普通に買いましたね。ビレバンの時に、店でかけてたらすごい問い合わせ来ちゃって。ごめんなさい、私物なんです、つって。誤った記憶があります。オールズで、プロミスリングオールズね。お、出ました、ロストエイジ。ロストエイジに行こうかな。メッツ。メッツ。あ、まあ、ここシカゴ系じゃん、まあ、メッツ。ここ、今入ってるやつも出すか。ロストエイジ、ハーベスト。ポップウィルス。クライムつぼみ、分けてるよ。いい感じだよ。あ、これ立てるやつね。立てるやつ。オッケー。悪くないよ。悪くないベースです。あ、なんだっけ。あれ、なんだっけ。あ、信号通か。信号通。信号通、ヒップホップだね。あ、リブロ出てきた。リブロ。あ、キーリー、友達のバンドです。ノイズ、ノ
ずオルタナ、メッツとか初期ソニックユースみたいな感じ。トーフビーツまとめてきた。メッツはね一回見に行ったんですよ。ビーバーに来た時に一回見に行ったな。メッツめっちゃかっこよかった。廃盤がクリプトシティで、とにかく音が両バンドともでかかったのを覚えてます。これはティアラ。あ、ダブス、これ吉村さんの遺品ですね。ブッチャーズの、あの吉村秀樹会に行ってもらってきました。これはね、よかった。ダブスちょうど好きだったからすげえ嬉しいです。これミラーか。エモが多いな。アルフレッド・ビーチ・サンダルとスタッツ、こっちかな。スタッツこっちだね。ああ、となると、僕もこっちにしようか。アシング・ストリート・サントラ来ました。これ最高だよね。アップが好きですね。アップと、まあ、ブラウンシューズかな。まあ、劇中のブラウンシューズ、マジで号泣だもんな、そこ。あと、キュアっぽいやつね。あれもいいですね。サントラゾーンをどっか作りたいな。サントラゾーン作ってもそんなね、エヴァがめっちゃあるぐらいなんだよ。俺は、さらばルーバーと友達のバンドです。これもフィーリーと一緒にしよう。で、ダーン。ライト。まあ、エモでいいか。フォロー。あれ、親の CD 持ってきちゃった。あれ、俺買ったっけな。思い出せないな。オリジナルラブ。ケンイシー。あ、これも親の、母親の CD かもしれない。持ってきちゃった。エーゼアイズです。これ最高だよね。悪くないよ。悪くない。アメフトはシカゴ系で。あ、ピッチカート。これも母親のやつかもしれん。買った記憶がないな。ピッチカート。アジカンです。まあ、アジカンファンクラブが一番いいね。暗い。一番かっこいいかな、ファンクラブが。こうです。200メガヘルツで合ってんのかな。読み方があんま分かってないです。これ、ジャパエモ。で、メランコリーね。さガチで最高だもんね、これね。メランコリー。もう1979が人生で一番好きな曲なんですけど、あのもう、アカウント名とかアドレスとかにもなんか絶対入れちゃうんですよね。1979です。なんだろうね、あの曲の良さをなんかあんまり語れないな。難しいんだよ。漠然と好きですね。ユーテロ。はい。ユーテロの方が好きです。ネバーマインドより。やっぱアルビニだしね。でも、ラブレス。人生ベスト級のラブレスです。まあ、ラブレスはもう、語り尽くさいというか、ラブレス最高だもんね。で、僕が唯一持ってるメタル、バレット・フォー・マイ・バレンタインです。あ、これ無理して買った。ラリーズ。ラリーズ、まあ、ジャパン・インディーでいいか。ミッシェル、アウト・ブルース。スチャ。マーズ・ウォルター。マーズ・ウォルターは、まあ、オルタナでいいか。でもすでに選別が割と雑になってきた。ヘイマーケットライオットハワードコアでノベンバーファースト、まあインディーでか。ステュージース、ステュージース、まあこれね、オルタナ、ソニックセターナル、ベルベッツ2枚組、これ良かったね、良かったねってか、もうまあいいよね。ホワイトライト、ホワイトハートとバナナジャケ、これ最高。あ、緑のライブ版を持ってたんだ、知らんかった。緑、ここでチャットのファースト、チャットのファーストとロストエイジのセカンドだけを聴いてる時期がありました。高1の夏、あとエヴァだけの夏がありましたね。ここで割と人生ぶっ壊れた気もするな。メリベリー、昔対バンしたバンドです。かっこよかった。で、フレーミング、フガジ、プラマイ。あー、ポストロックにしとこう。
フューチャーキングスオブスペイン、これねめちゃめちゃかっこいいんですよ。フューチャーキングスオブスペイン、めちゃめちゃかっこいいのに、なんか全然名前聞かないし、多分これ1枚しか出してない。 Your Starlight だね。デレンデレン、ニルバーナの影響あるかな。ワイルドナッシング、なんか集計コーナー作った方が良さそうだな。結構思ったよりあるかもしれない。まあベルセロとかもインターナーさんがいいか。エレアコだっけ、エレアコだっけ、なんて言うんだっけ。病区、まあ病区はウタナ枠でいいか。でヘブン、先輩のバンド、これかっこよかった。今もなんかいろいろバンドやってます。ダイナソー、え、これ、これダメじゃない？これ、これね、時期が入ってるんですよ。万引き防止の時期、これを電子ゲートとかある店あるじゃないですか。これシール、この上にシール貼ってないとなっちゃうんですよ。貼ってないね。レンタル開始って書いてある。中古で買ったんだっけ。これ貼ってないの大丈夫なのかな。今更気づいた。トムヨーク、あ、最高キャンディー、最高キャンディーは最高。これなんだっけ。これなんかでもエレアコの匂いしてた。で、スイカ、あ、俺ノットブック、え、持ってたんだ。あ、ノットブック持ってたんだあ、DVD 入ってる。あ、見てない、見よう。で、アニコレ、フリードーン、フリードーン、インディー。はい、出ました。ロストエイジファースト。最高でしょ、これ。マジで。中1の俺が衝撃を受けた一枚ですね。ロストエイジはね、ちょっとアーティストとして、ちょっと一本動画撮りたいなと思ってます。ウッドルカーピーメン、インディー、ピークシーズ、これなんだ、ゼニアル、ゼニー、これ日本のバンド、日本のバンドかすらわかんない。でもなんかハードコアっぽいんですよ。レイプマン、レイプマンはハードコアでいいか。あ、俺持ってたんだ俺持ってたんだってやつ多いよね、引っ越す時とかね。ペイメントのこれ持ってたんだ、知らなかった。あ、バーガーナッツです。これ、バーガーナッツはね、いいです。ちょうどいいですね、バーガーナッツ。で、多分ね、今日の動画ね、この動画多分長いと思うんですよね。なんか、作業 BGM 的に聞いてもらえれば、と思ってます。うがじ。え、これ何？何これ、買った覚えねえな。あ、オリーブオイルか。うん、こう。チェルシーライトムービングはサーストンのバンドですね。やっぱオルタナが多いな。トワイライトサットとかもね、結構良かったんだけどね。なんか全然聞かないな。名前。ミュー。ミューはオルタナでいいか。うわ、もうバキバキだ、ホゾが。で、心のイースタン。セロ、シティポップ、1でか。PSG、パークゴルフ、モダンタイムス、ドラえもんね。あ、またエビスビーツ。意外とヒップホップあるな。赤山雄三、これいいですよ。まあ1曲目パンピー入ってて、2曲目サウエとドリアの、あとモモクロもか。3曲目が、かかと。4曲目、エレキダンジリがスチャダラで、旅人よがライムスター。で、スイカンあったりして、最後、君といつまでもが ECD ですね。これはいいです。もうね、みんな頭が柔らかいね。チャンス。あ、マットマックスできた。サントラ。これはわからない。あ、自分のバンドのマスターが出てきました。バーチョー。ハンドプロテクターかな。ハンドプロテクター。モンドグロッソ。どうしよう。待ってみるか。
え、これ何？セイハローだ。わかりません。教えてください。セイハロー to say never レコーディングの番号です。これ吉村さんのそのスリピータニュートリオブラックフラッグ、あ、やべえ、じゃんじゃん。あれ2枚持ってた。あれフガジのエンドヒッツ2枚持ってた。あの友達で誰か欲しい人いたらコメント欄なり連絡ください。なんか500円ぐらいであげます。これが、あー、はいはいはい、ロバート・グラスパーかな。ロバート・グラスパーはこれ迷う。まあまあ放置しちゃったとか。で、サニー、俺買ったんだ、サニーで。これ買ってたんだ。ソロディオ、うちの、映像制作会社社長が別でやってるレーベルの CD です。岡村ちゃんで、まあ、なんか謎にオールドジョーのあと渋谷が出てきた。これなんだなんだこれ。CD かな。 CD っぽいね。なんだろう、全然思い出せない。ブッチャーズ、ビースティー、あ、これ全然収まんないね。ダメだわ。メルコも昔対話したシルゲバンド。コーネリアスか。どっちが持ってる。コーネリアス。コーネリアス。エーペックスツイン。ソニックユースエーペックスツイン。どうしようかな。狙ってみよう。システムセブンか。システムセブンって方角だった？方角な気がする。これかっこいいよね。フェニックス。火の鳥。火の鳥がね、好きで、ブックオフ行くと、ちょっとなんか、集めちゃうっていうか、探しちゃうんですよね。手塚治虫のなんかあれば、なんかあれば買っちゃうみたいな。アンタンパレス、こっち。ゴッドスピード U。スピード U、 あー、手芸にしとこか。お、シラック、お、お、これ持ってたか。あ、こっちか。はいはいはい。あ、持ってる持ってる。はい、このままハードコーデ。これは何ですか。あ、日記グループか。友達のバンドです。ゲンちゃん、ボーンスクラッチ、メディケーションズもハードコーデいいかな。キノコか。キノコ、インディー。ブレイデッドシーズン。これベッドね。これなんだ。俺バタか。友達。ああ、これ、ビレバンのサンプル。ビレバンで CD 担当だったんで、結構ね、サンプルをもらいますね。これダンのファーストじゃない？懐かしい、これ。一番最初に出したやつ、多分ね。俺あのサチモスのライブ行ってダンに衝撃受けて買ったな、先輩と一緒に。やばくないっつって。何あのバンドっつって。ツリー、友達のバンドです。で、そうだね、その後ヨンスに連絡して、めちゃめちゃかっこいいね、何なのって聞いた記憶があります。これなんだ、ピクチャーリゾートロバケーションソフト、わかりません。セルフエビデントフェイス、これ何。あ、メイクビリーブか。メイクビリーブ、ナインレンズワンダー、これアイシスか。あれ、一個やっと開いたぞ。これやばいね、途方もないね、これ。俺どうしよっか、これ終わんないね。終わんないってか、入んないね、これね。どうしよっか。これがあと4箱あると思うと、全然入んないね。やべえな。完全に見誤ったね。ちょっとタバコ吸ってきます。
ました。とりあえず突っ込んでいこうかな。上はどれがいいかな。上方角にしようかな。とりあえずこの方角のシティポップ系とか突っ込みます。てか狭すぎるよ。結構キラキラに置いちゃったね。あと俺星野源買うのはほぼ DVD が見たいからっていう理由ですね。あのめちゃめちゃ面白いんだよね DVD が。ニセさんが出てくる、ニセアキラが出てくるやつめちゃめちゃ面白くて、それが見たくて買ってます。あとあのライブ、スタジオライブの映像みたいなやつもすごい参考になるというか、かっこいいっすね映像。あ、意外と入るね。意外とここちょっと開けとこうか。また後で多分シティポップ出てくるか。で、方角のちょっとポップめの人たち。あ、カップ。棚追加しよう。ディストラクションベイビー、ナンバーガレ初めて買った CD です。これ、ね、中にねなんか虫が入ってたんだよ、ね、取っちゃったっけな。新品なのになんか中に虫が入ってました。てかこのペースでいくと棚が足りない気がしてんの俺だけかな。ないかも。あ、でも捕獲入れてくか。よし、で、また棚を追加して、じゃあちょっとハードコアつながりで US 系のハードコアバンドを入れよう。なんでこのシカゴ系も入れちゃいます。ここ高さは微妙でもったいないね。ここ DVD 入れようか。次 DVD の箱なんで DVD 入れちゃいましょう。はい、じゃあ DVD です。DVD も全然順番になってない。サスペリア開けてねえし、開けてないわ、サスペリア。まず邦画と洋画に分けよう。まず仕分け、邦画と洋画に分けまーす。見てないやつ、見てないやつ分けたいな。これがすげえんだけど。12モンキーズとパイ見てない。エジェクソン見てない。ブレードアナ、プリエグ。あの、ブルーレイ再生する機器が、今までなかったんですけど、あのプレステ3を先輩にいただきまして、この度見れることになりました。やっと見れますね。下山全く見た覚えない。買った覚えすらないな。エクソシスト、まあ、見るか。誰入れたんだよ、ホコリエグいよ。一作目マットマックス、ゾンビ、ドーム・オブ・ザ・デッド。あ、俺エンドゲーム持ってた。全然買った覚えなかったけど持ってた。エンドゲーム本も混ざってんね。奈良さん、あー、これの話もしたいんだよね、いつか。これ、まあ、特にこれだね。アメリカンオーサーティブロック特選ガイド、アメリカ、UK、日本と。めちゃめちゃいいですね。これを持ってディスクユニオンに通ってました。これすごい参考になります。地域ごとに分かれてたり年代ごとに分かれてたりするんでだいぶ参考になりますね。あ、ピンポン持ってた。重いな、これ。2枚組だ。ピンポン持ってた。やっぱ、洋画が圧倒的に多いな。マジで埃えぐいんだけど。これも洋画でいいのかな、スイカは。ゴッチの本。これえぐいね。昔ピアで連載してた。
アイウェオ順で、例えばアだったら、アだと分かりますね。オだったら、オで始まるもの。奥田民生についてその日語るみたいな。カーだとカートコバについて語る。で、CD も1枚紹介するみたいなやつです。あ、メルシー人生。これも吉村さんの遺品だな。もらってきたやつ。なんか、ワゴンが置いてあって、そっから撮ってていいですよ、みたいなスタイルでやってました。入れるか。とりあえず。もうメトロポリスも買ったんだけど、見てないんだよね、まだ。SF の元祖と言われます。メトロポリス。これも C3PO の元のデザインになったと言われてます。この世界の片隅に開けてない。見たけど。あ、ブルーレイ買ったからだ。ブルーレイ見れなかったんで。買ったけど開けてないからです。よし、じゃあ、ここの段に入れていこうか。今もう入ってる。作家ごとに入れたい。いけるのか、果たして。とりあえずフィンチャー。フィンチャー。やだ、やだ。危ない。ナイトクラブ、セブン、ベンジャミン・バトン。ベンジャミン・バトン。あ、エドガー・ライト。エドガー、まあ、サイモン・ペック・ククリにしようか。あー、ノーランも。タランティーノは意外と持ってなかったりするか。ノーラン。アメリカングラフィティ誰だっけ。あ、ルーカスか。あー、そっか。じゃあ THX、あー、こっちにいいんだよね。スターウォーズ。市民権どこにやるか迷うね。まあ、キューブリックの近くにしよう。スピルバーグ、ドラゴンタトゥーン。あー、やだ。ドラゴンタトゥーンだった。マットマックスさっき、一作目があったな。マットマックス。入れていくか。意外とこんな、5本しか持ってなかったな、フィンチャー。あ、入んない。本当に入る気がしない。この真面目な並びにハングオーバーはちょっとね。ゾンビ。ナイトオブザ。さっきあったな。半分埋まっちゃいました。入りませんね、これね。どうしよっかな。これは困ったね。困りましたね。まあ入れていくしかないんだけどね。ラッコタワー。これは僕が AD で入りました。ポップウイルスの DVD。これ、見ようと思ってたら、もう、ネットフリックスに出ちゃってました。残念ですね。これはストラマーズの DVD です。僕がディレクターをやったものです。これね、めちゃめちゃ好き放題やらせてもらったんで、ちょっと見てほしいですね。ドキュメントから、グラデーションでライブ DVD にしよう。はい。余ったね。ここ。こういう余るところをやめたいね。でも CD 入れようかな。二箱目です。終わりました。入れてからアーティスト揃えていくと。ちょっと年代ごとにしたいけど無理だね。OK、なんか。いい感じにできつつある気がしないでもない。いや、これ1個じゃ足んないね、本棚。やばい。むっちゃ出てきた。やばいよ。やばい。あ、やばい、やばい。普通に。オッケー。ちょっと CD しか入ってね。やべえ、これ。ちょっと、CD だけでも終わらしたいんだけどね。今日 CD 終わらして、明日映画見に行きたい。今めっちゃ売ってるじゃないですか。
クライマッチョやってるし、あとハウス・オブ・グッチ、リドリー・スコットの新作コーダもちょっと見たい、気になってます。全部見たところで1日で3本見ちゃうとマジで終わるかな。あれ全然合ってない、抜けない。ノンエイジ味今落としたので曲がっちゃったよ。これは思ってるより7倍ぐらい面倒でした。動画回してなかったらやってないかも。あ、ノンエイジ、ノンエイジ、実はこれ多分これサードかな、セカンドだっけ、サードだっけ。これが出た時の来日のクワトロでもらいました。あの前のお客さんが引っ張っちゃって破れたけど、これはもう額に入れて、やべ、うわ全然入んないわマジで。うわオールドジョーファーストデモですファーストソング入ってんだ、超懐かしいな。こんなシンプルなあれだったんだ。多分2枚ぐらいだけ持ってますね。もう面出ししようかなと思ってたけど全然無理だ。あれノットオンクサンプルある、 CD は買ってたのにサンプル持ってますね、マジかよ。フラット、あー出たー、これ配ってたんですよ、フラットシングル。これで聞いたら面白くて、ヨンスとかとフィーバーじゃなくて、どこだっけ、 FAD か、 FAD でライブやってたから行きましたね。シボマットとか邦画にしていいのか迷いますよね。なのこれ、泣いていい、この今これ売ってんのかな、ナンバガのレアトラック集、これのね US ドキュメント、これがめちゃめちゃ面白いし、長剣じゃねえや、長剣か、お腹痛いっつって、ちょっと飽きたんで画角変えました。最後だ、最後の CD たち、これがハマればもう CD おしまいです。と言いつつ DVD 出てきた、ちょっと保留、これ棚増やそうかな、一回入んないじゃん、入んないじゃん、待って、棚直します。はい、一段上がりました、よし、入れてく。お、懐かしい、ずっとずれてる図出てきた。これあの閃光ライオットで買いました、あの本物のサインが入ってます、はい、これ多分結構レアだと思います、うん、これずっとずれてる好き、これ好きですね、好きな一枚です。あのなんだかんだ2時間回してまして、メディアの容量がまずそうなんで一回切ります。 CD とりあえず入りました、とりあえずもう2列にして突っ込みまくってっていう感じです。 DVD だけでも入れてこうかな、ちょっと本は諦めました、ほぼ入れてってみます。 DVD あと1箱あるからそれだけ入れちゃおうかなって思ってます。最近動画上げると登録者が減るっていう事態に陥ってまして、ちょっとどうすればいいか分かんないっす。どうしたら増えるのかな、マジで分かんないな。ちょっと何とぞチャンネル登録お願いします。とじゃあ DVD
音楽系ここのね、昔シアターAに見に行きましたね、10年以上前。懐かしいわ。一回ジャンルごとにしよう。ドーン・オブ・ザ・デッド2枚持ってるわ。はい、来た。あーちょっとリプレイヤーもあった。待って、はい、行きました。とりあえず入ったわ。いやー疲れた、マジで。もう今12時ですもん。6時間経っちゃった。2時間ぐらい休んだとはいえ、4時間ぐらいやってね。もう疲れたよ。で、こっから雑誌ですね。入るかな。まあ、こんな感じで終わりです、とりあえず。マジ疲れた、ちょっと。なんとなく人となりがわかると思います、この中身で。こんな感じで、チャンネル登録、高評価、お願いします。また見てください。じゃあ、お願いします。